こんにちは、葛西音楽クラブ KMC の光子と申します。今日は基本リズム練習をやっていきたいと思います。こちらをご覧ください。最初にご説明させていただいた一拍を基準に音符に言葉を当てはめてパターン化させていくやり方になりますので、このリズムパターンですね、基本リズム練習の1番から6番をしっかり練習していきたいと思います。この6つが基礎になりますので、非常に大事なところになりますので、ここはさらっと流さずにしっかり練習していただきたいところでもあります。それでは読み方についてご説明させていただきます。もう一度こちらご覧ください。一拍の中に音符が1つ入るときはタンと読みます。一拍の中に音符が2つ入るときはタッカと読みます。一拍の中に音符が3つ入るときはカーバータと読みます。一拍の中に音符が4つ入るときは高橋と読みます。一拍の中に音符が5つ入るときは秋葉原と読みます。一拍の中に音符が6つ入るときはマクドナルドと読みます。それでは4拍ずつ、これ1番から6番まで順番に練習していきたいと思います。まずは1番のタンから始めます。タン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 。今ですね、拍と拍の間を少し空けてやっていますが、分かりやすいように最初はそのやり方をやらせていただいてます。続いて2番、一拍の中に音符が2つ入るときはタカですね。いきます。タッカ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 となります。続いて3番、一拍の中に音符が3つ入るときはタバタですね。いきます。タバタ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 となります。続いて4番、一拍の中に音符が4つ入るときは高橋ですね。いきます。高橋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 となります。続いて5番、一拍の中に音符が5つ入るときは秋葉原ですね。いきます。秋葉原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 となります。続いて6番、一拍の中に音符が6つ入るときはマクドナルドですね。いきます。マクドナルド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 となります。それではこちらですね、順番に1番から6番を続けて4拍ずつ練習していきたいと思います。いきます。タンタンタンタッカ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 タパタ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 高橋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 秋葉原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 マクドナルド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 となります。実際にこの一拍の中にこの音符を言葉を当てはめてこの一拍ずつ入れていくのって結構難しいと思うんですね。私はちょっと結構難しくて最初の時なかなかできなかったんですけども、例えば音符一拍の中に音符を言葉を当てはめて練習していかない場合、例えばタタタタタとか一拍の中に入れたりすると非常に例えば高橋ですとか秋葉原のようにマクドナルドのように全部タってタタ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 タってなると、あれ今4拍5つ入れたのか6つ入れたのか分かりにくかったりとか結構すると思うので、
音符に言葉を当てはめてやっていくやり方というのは非常に効果的なやり方だと思いますので、ぜひこれはおすすめします。あとですね、注意点ありますね、ありますので、こちらご覧ください。2番と3番のようなやり読み方ですね。で、先ほど正しいやり方をやったんですけども、今度はちょっと気をつけて間違ったやり方をやってみますね。2番の場合、例えばですね、たか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 ですとか、3番ですと、たばた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 というように短くなりすぎたり少し伸ばしすぎたりならないように、一拍の中に均等に音符言葉を当てはめていくように練習してみてください。それが結構3つだったり5つの場合って均等に入れるのって非常に難しかったりするので、実際にちょっとそれも気をつけながら意識してやってみていただきたいなと思います。あとですね、このやり方で練習をして、順番に1番から6番をとりあえずこの音形を見てすぐにこの言葉が出てくるように練習していただきたいんですけれども、それとは別にメトロノーム、今私は手でこうやっていきましたけれども、メトロノームを使って練習していくというやり方も非常に効果的なやり方になりますので、最初のステップがきちんとできた方はメトロノームもぜひ試してみてください。それでは続いてもう1点練習方法として、今順番に練習していきましたけれども、すぐしっかり練習していただいた方は次のステップとして、それもご紹介しておきますね。このようにこちらですね、この1番から6番を切り離したものになります。でそれをシャッフルして順番に入れ替えて練習していきたいと思います。でこちら何でしたかね、秋葉原ですね。でこうすぐ言葉を覚えちゃうと思うんですけど、これはマクドナルドですね。これはターバッターです。高橋でしたね。で切り離して練習していく良さというのは、順番にもう覚えて言葉を覚えてしまうというよりは、ごめんなさい、楽譜、実際の楽譜にはこのように順番には出てこないと思いますので、これは単でしょうね、切り離してランダムに練習していただくのは、通常のこの実際に楽譜を読んだ時に瞬時にこう分かるようになるための練習になりますので、これも非常に効果的なやり方になります。はい、それではまた4拍ずつ進んでいきたいと思います。タバタ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 、秋葉原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 、マクドナルド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 、高橋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 、タン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 、タッカ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 となります。どうでしたかね。結構最初簡単じゃんって思うかもしれないんですけども、意外と実際やってみると、吹いたりですとか弾いたりとかで練習してみてもらうと結構難しかったり、きちんとそれを一拍の中に当てはめるってことが非常に難しいということが分かっていただけるかなとも思ったりするので、実際にぜひ試していただきたいなと思います。で本当にこの基本リズム練習というのは本当に基礎になるので、これを最初は徹底的に練習していただきたいなと思います。でその後にまたリズムパターンがいろいろ出てきますので、最初にこれがしっかりできていればその後すごく分かりやすくなっておりますので、楽しみにしててください。それでは今日の練習は以上です。